きます。まず、お二方にお話を伺いたいと思います。宇野昌磨さん、鍵山優真さんは昨年の富士サイクワールド横浜公演にご出演いただいております。そして今年は2月の北京オリンピックで、メダルを獲得されて、大いに活躍されて、またこの横浜公演の舞台に戻ってきてくださいました。オリンピックでの活躍後のこのプリンスアイスワールドに向けて表現する上での意気込みや、心境の変化などがもしございましたらぜひお聞かせください。まず宇野昌磨さんからお願いいたします。はい、昨年もプリンスアイスワールドに出演させていただき、そこではボレロを滑っていました。当初は全くできていない状態のお披露目ではあったと思うんですけれども、そこで何公演も挑戦することによって、間違いなくこのプリンスアイスワールドの期間中に得たものがたくさんあったと思います。ここからが自分の昨シーズンのスタートだと思います。こうして1年間いい年で終われたっていうのも、ここから始まった出来事なのかなと思いますし、また今シーズンもここから始められたらなと思っています。去年初めてプリンスアイスワールドに出させてもらって、もう本当に去年成長できた、なんか本当にプリンスアイスワールドのおかげでいろんな成長ができたなって感じたので、また今年も出させてもらえることがすごく嬉しいですし、今日1公演終わってすごく楽しかったので、またオフなので楽しみつついろんなことを挑戦していけたらいいなと思います。ありがとうございます。ではそれでは、メディアの皆様からもご質問いただきたいと思っております。では、ご質問、テレビ朝日さんの方からお願いいたします。代表質問させていただきます。テレビ朝日です。お二方は順番にお聞きしたいんですけども、今日滑ったプログラムについてで、宇野さんから、来シーズンの新しいショットを、はい、来シーズン新しいショートプログラムで、つい先日までスイス合宿に参加していて、その場でステファン・ランビエールコーチに作っていただきました。テーマとかまだ作りたてなので、そのあまりこのプログラムについて深く何も聞いていないので、まだコーチのどういうイメージなのかは聞いてはいないんですけれども、少し曲調を強いところ弱いところをちゃんと音楽として明確に分かれている部分なのかなと思うので、そういった部分を表現できたらなと思ってます。今シーズンのショートと同じプログラムなんですけども、来シーズンに向けてショートなんでフリーだったり変える予定とかありますか？来シーズンはどっちも変える予定です。テーマだとか、こういう方向性とかって今現時点でございますか？特にはあんまり決まっていなくて、本当に振付師さんに僕はどういうものをやりたいかっていうのを提示して、そこで振付師さんが曲をくださるので、まだ確実には決まってないので、はい、何も言えないです。ありがとうございます。田中圭選手引退メディアもございますけれども、中畑に来るときに、宇野選手だと、中谷選手が一緒にゲームをされたりとかどのような心境ですか？特にその変わった心境ではないです。僕はこれからも一緒に会うこともあると思いますし、こういうアイスショーでも何度も顔を合わせると思うので、特になんか寂しいというよりも、その競技者として今まで圭司君と会っていたというよりも、友達として、年はすごい先輩ですけれども、すごい同じ目線で喋ってくださってますし、これからも友達なのか、先輩後輩なのか、そういうその間の関係だと思うんですけれども、仲良くしていくと思うので、これからもこれまでも変わらないと思います。ありがとうございます。では池田選手、大先輩の引退会見ということで、このような気持ちですか？僕は圭司君とは
結構年が離れてるのでそんなに関わる機会はなか少なかったんですけど、でもその少ない期間の中でも試合とか一緒で会うとなんか挨拶すると、まあ、にっこり返してくれたりとか、すごくなんだろう、大先輩だけどすごく楽しく話してくれてすごく頼れる人なので、まあ、これからはプロになると思いますけれど、まあ、僕はケイジ君の、あのプログラムが好きなのでたくさん見れるのがすごく楽しみです。すいません、テレビカメラですが、影山選手はこの前横浜市民名誉賞を受けましたけど、あの地元でこうやって演技をしたら今日の感想はいかがですか。また、そうですね、また新横でプリンスアイスワールドを出させてもらって、お客さんが去年は、まあ、やっぱりコロナの影響でお客さんが、まあ、なかなか入れなかったりとかしてたんですけど、今年は本当にたくさんのお客さんが入ってくださって、まあ、ショートやってすごくみんなが笑顔になってくれたので、自分も楽しい気持ちで最後まで滑ることができてよかったと思います。はい、では質問は、はい、以上とさせていただきます。申し訳ありません、ちょっと時間の都合で次の、フォトセッションに入りたいと思います。準備をしますのでもう少々お待ちください。ありがとうございます。では、インタビューはこちらで以上とさせていただきます。